俳優の平武博、50、が17日までにインスタグラムを更新。エミー賞で作品賞などを最多18賞を受賞した、将軍将軍、で石堂一成を演じた平和思いを綴り、最新ショットを公開した。写真、エミー像の前で記念ショット平は、エミーでの素晴らしい夜。シャープ将軍応援ありがとうございますと、エミー像の前での記念ショットを披露した。この投稿に、 お母様を受賞式に連れて行った竹宏さんが素敵すぎるし、真田さん受賞の時の涙も良かったです。おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。素晴らしいです。誇りです。世界に感動をありがとうございます。エミー賞最多受賞の快挙、おめでとうございます。真田さんのご受賞を喜び合い、そっと涙をぬぐう兵さんが映ってジーンときました、などのコメントが寄せられている。 また次の投稿でそして最高のドラマは、と綴り、西岡徳丸と喜び合う様子を公開している。